松本リーさん、あいゆーあしゅーあぶー、どうどうも、うん、こんにちは。ご機嫌やな。あ、今日はちょっと仙台の方で、うん、文化祭の営業の方に行かせていただきまして、おう、まあ、ザコシショウさんのバーターなんですけど、うん、まあ、それ終わりで嬉しそうやな、嬉しい、嬉しいんか。それまあまあ、その学生終わりでガブってガブって今タクシー乗させていただきます。はい、すいません。ガブ、泥酔してんね。うん、まあまあまあ、大泥酔。いやいや、大小泥酔、泥酔泥酔小泥酔、泥酔しとるやな。結構酔った、結構酔いましたね。うん、すいません。やっぱあれやな、そんないいもん食わしたいやると横柄になってくるよね。別に僕あの今もタクシーご一緒させていただいても謙虚謙虚、大謙虚で。いや、だから自分のさ、やっぱあれじゃん、お腹の具合じゃん、全部腹いっぱい、ね、俺がまだ食ってるのにね、帰りたいビーム出すよるよね。今もう夜の10時ぐらいなんですけども、うん、7時ぐらいからもう出してたら分かっていただきましたよ。うん、ズボーってでしょ。分かった。うん、だからあえてあのまだ飲みますっつってうんじゃねえねん。今残金なんぼやねん。2000円です。2000円のやつが 0.2 のやつが何言うてんねん。高価なもん食わしてもうて。ああ、ほんと美味しかったです。東京駅で食ったもんじゃ焼き、うん、一生忘れることないです。高価なもん食わしてもうて腹いっぱいやから早く帰りたい、寝たい。誰に言うてんねんってことやろ。誰に言うてんねん。うん、いや今日はもう大ブレやりましたね。いやいや、僕今日師匠にブレしてないです。ブレよ、あの仙台行く言うて、はい、ね、はい、あの切符片手に、ホームで会うたやん。な、ホームで会うた時に、言うたらさ、あと20分ぐらい、電車出るまであって、ホームでな。ありました。で、なんかさ、そこでさ、なんか、いろいろなんか話してたやんか。はい。はいはいはい。でな、楽しかった。うん。で、なんか5分ぐらい話して、はい、で、まだあと15分くらいあるのに、はい、新幹線入ってきたやんか。入ってきたんですね。入ってきたら、お、俺、あの7号車なんで、ほな、みたいな感じで。新幹線入ってきても、な、あと12分くらい出てへんかってん。なんで急いで行ったん。だから、来たら。Y7 号車なんで、ほな、やないねん。Y7 号車なんで、ほな、一文字も言ってないです。一文字も言ってないです。言うてたじゃん。電車来ましたね。あ、じゃあ師匠、あのご飲車の方で、あのごゆっくりしてください。違う。私、あの惨めな、みすぼな方の、号車なんで、お世話いたします。はよ、俺の時間やで。はよ、座らせ。はよ、俺のエゴサの時間に。なんよ、エゴサする。一人の時間欲しいやん。せえ。ザコシとおると鬱陶しいやん、いろいろ言われるやん、あかんやん。いや、僕らが乗る車両がたまたま来た時に、もうそこから東京駅の中でその掃除タイムみたいなんで、まあ、10分ぐらいこうね、やつってまた僕も待たされてましたから。なんでやねん、待ってんのに、あの同じやんか。同じなんですよ。うん、1人で待つやったら2人で待った方が良かった。そう、ね、先輩をこうなんて振り切っていったよな。Y7 号車なんで、ほな15分ぐらい待たなあかんのに。あと2分ぐらいやったら分かるよ。発車時間まであと2分ぐらいやったら分かんのに、あと15分ぐらいのに、Y7 号車なんで、ほなやないねん。いや、寂しがりやか、お前。そんなね、別に。ええやんか、別に。いいんですけど、普通来たらもうすぐ乗れる子やと思ってて、で師匠も弁当とかサンドイッチとかこう出たから、うん、さっさとあのグリーン車乗って、あのそこで食べてくださいね、ごゆっくりどうぞ。いや、絶対そんなことは思ってない。私みたいなのはもうお邪魔しました、コーヒーありがとうございましたって帰ったの。コーヒーもおごったよな、はい、本当にもうそれで、それだけで、別にそのブレード
やってないですね。あとあれもあったな、この間なんかさ、あの営業まだ最近なんかお前とお前らと営業多いね。あで営業をさ、あのやってさ、はい、なんか似合わないこうなんかあのスーツ買ったんか、あれスーツ。あまだ買って、ネタ用のスーツですけど、あの灰色のスーツ買ったよね。エンビ服やったよお前前は。でな、俺エンビ服の方がええやんつって。そうです、ね、なんならこうたるよっていう、はい、でこうたるんやったらなんか俺のなんかその面白い感じで作ってやって言って、あ言うたやんな、柄とかね、うん、でそれをさ、もうあ何買うてくれんの、ただやん、ただのスーツやんつって、ほんでこうたるよって言ったら次の日にもう行きますからって言ってたよね。いや違う違う違う、買うんやったらこう動画撮るし。あそうなんですね、うん、買うんやったら動画撮るし、その面白い感じもちょっと打ち合わせしたいし、なんでそんな癒やしいの。いやいやしないです、あのもうその日あのまあまあ師匠お金出してくださいますみたいなことを言ってくださった時に、うん、もうなんかあれです、塩ビ服の感じのやつを買うて、うん、ここに女優目指してますねって書く。そう入れるって言ったね。こっちドカピカ。ドカピカ。それ十分やねんそれで。いやもっともっとなんか もっと面白いやつ。もっと面白くなるんですか。であのここの何ここにさ、はい、ここに3の500の8とか。3の500の8か。衣装やれやそんなもん。書かないっすよそんな。3の500の8。うん。で調子いい時こっちに焼肉ばあさんって書いて。そんな。よう人前でよもう、よう人前でよ、無理だ、それ無理ですわ、何よ、はい、いやでも、でも今日打ち合わせましょうよ、だから、あぜひぜひ、うん、買うんやったら楽しい、大勢の通り、大勢の通り、うん、やりますね、取れへんよ、なんだって、ただやねんから、はい、うん、いやしいよな、すぐ行きます、お、明日行ってきますねんっつってやん。いや、何を作るつもりやったんじゃん、お前、明日行ってきて、女優目指してますね、うん。でこっちにドカピカ、うん、でキラキラみたいなやつを作る。女優の顔3219。きついねんだその顔が。やるやるきついきつい。もう最近もうベンジョムシにもうチクられてチクられてもう無理。もう無理。やってない。やってない。やってない。あ。いやしいね。うん。うん、で今日の名言じゃ言って。今日の名言。うん。Y75 車なんでほな。今日の名言、うん、Y7 号車なんでほな。正面登録はやめて。